大西洋ハガツオハガツオサーダはアメリカ海軍の潜水艦、天地球の一隻官名は中央、南西、西太平洋に生息する大西洋ハガツオを代表とするハガツオ族の学名にちなむ。マサチューセッツ州林の住民による第7回戦時交際の有志によって建造が決定し、1945年4月12日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年8月24日にハファーナンプ人によって命名され浸水した。浸水直前に戦争が終了したため海軍は収益させるか廃棄すべきかを決定しなければならなかった。艦長にはチェスター・ W ・ニミッツ・ジュニア・チューサーが着任予定であった。ニミッツは 艦の運命についての討論で挫折し、何ヶ月も待機した。その間にニミッツは、父のチェスターニミッツから、エレジェタマイノンカーボランダムと刻まれた小さな飾り額を受け取った。結局は、ニミッツの指揮下、1946年4月19日に収益した。戦闘任務につく、必要のなかった本艦には、浸水から収益までの間に、 各種の実験機器を装着できるように巨大な司令塔が設置された。収益後はカリブ海で成長を行い、その後にコネチカット州ニューロンドン沖で実験任務を開始した。ニューロンドンでは第2潜水船体、第22潜水艦隊に所属し、続く4年にわたってホートトランブルの水中音響研究所で新型機器の試験や、 新式艦統制手順の評価に従事した。1949年の秋に第21潜水艦隊へ配属となり、その任務は評価試験から訓練艦任務へ変わった。1950年代を通して訓練任務に従事し、機雷敷設訓練、対潜水艦船訓練、艦隊演習、NATO やアメリカカナダ海軍の合同演習を大西洋及びニューイングランド北方で行った。 1957年1月から6月までは、カリブ海及びギアナ、ブラジル海本で水路局の任務を行う。同任務後には、再び潜水艦訓練生の訓練任務に従事した。1960年代初めには任務を継続したが、対潜水艦船訓練部隊への協力任務に、多くの時間を割くことになった。1960年冬には、 カリブ海で92隻の水上艦艇及び14飛行隊が参加した例年の訓練演習に協力した。1962年の冬にはカリブ海に戻り大西洋艦隊の水上航空隊潜水艦部隊との訓練を行い、それ以外の時間は音響魚雷の試験、評価を行った。1963年初めには地中海に配備され第6艦隊とともに 作戦活動を行う。同年5月にはニューロンドンに帰還し、再び訓練艦の任務を再開した。その11ヶ月後には退役が決定した。1964年5月にニューロンドンで不活性化が始まり、6月1日に退役して同日に除籍され、その後は1965年3月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。